冬の舗装道、鍋奥翔です。今回の国道シリーズは国道162号全線走破の旅を4回に分けてお送りしていきます。今走っている経路図の動画、路線の色が今回の動画ごとに分けてあります。回ごとにどんな道を走るのか想像しながらご覧ください。さて、国道162号は京都府京都市右京区西大路五条交差点を起点に、福井県小浜市を経由し、福井県敦賀市へ至る総延長 146.8km の一般国道です。国道161号と同じく京都市と敦賀市を結ぶ路線ですが、高速道路を使うのと同じ時間で走れる道路ではありません。ただ通常で1時間の差で到着できます。行楽シーズンなら北山地区、分かりやすく言えば金閣寺付近から京都市内を抜けて京都南インターや京都東インターから高速に乗り、敦賀を目指すならもっと時間差はない可能性があります。まあ渋滞回避の抜け道の一つです。さらに162号にこだわらなければショートカットできる道がたくさんありますし、最後は舞鶴若狭道を使えば、もしかすると高速回りより京都北山から早く着くこともあります。そんな道路がどのような道なのか今回の動画で紹介します。決してひどい道こと国道ではありません。ご安心ください。平日なら高速料金3530円が1時間の差で浮きます。つまり時給3530円ということです。敦賀に着いたらちょっと贅沢な食事ができますよ。あなたならどっちを選びますか？4回の動画を見終えたところでコメントしてくださいね。では西大路五条交差点を左折して国道162号全線走破の旅スタートです。阪急電鉄京都線をくぐります。曲がるのはもう少し先でした。 U ターンして元に戻ります。この先の交差点で起点から重複していた国道9号は直進しお別れです。この交差点で国道162号は右折します。左から京都府道113号、梅津東山7条線と京都市道184号、宇多野吉祥院線が合流し、しばし重複区間となります。京都府道113号はここで左折しお別れです。この交差点で京都市道186号、嵐山祇園線別名四条通りと交差します。京福電気鉄道嵐山本線の踏切を渡ります。そしてその先の交差点で京都府道112号二条停車場、嵐山線別名三条通りと交差します。ここで市道184号はこの陸橋を登らず左手に進みお別れです。そして陸橋の下を京都府道131号花園停車場広隆寺線が交差します。
さらに JR 山陰線と京都市道187号鹿ケ谷嵐山線をまたぎます。左斜めから先ほど分かれた京都市道184号が合流し、また重複区間となります。京福電鉄北野線がこの下を通っています。この交差点を通る路線がとっても多いです。左折すると京都府道29号歌の嵐山山田線です。ここが起点です。そして右折すると京都市道183号衣笠歌の線と京都府道101号銀閣寺歌の線です。ともにここが終点です。さらに先ほどから重複区間である京都市道184号はこの交差点が終点となります。ここを左折すると京都府道136号大覚寺平岡線です。ここが終点ですが、大覚寺までは車では行けません。徒歩では走破可能です。
ここを左折すると京都府道138号神護寺線です。文字通り神護寺からの道で、ここが終点です。杉の里トンネルを通ります。2007年、平成19年開通、延長402メートルのトンネルです。中川トンネルを通ります。1998年、平成10年開通、延長1582メートルのトンネルです。ここを右折すると京都府道31号西陣杉坂線と京都府道107号雲ヶ畑下杉坂線です。ともにここが終点です。
笠トンネルを通ります。1973年、昭和48年開通、延長1199メートルのトンネルです。ここを左折すると京都府道363号宮の辻換気扇です。ここが起点です。京北トンネルを通ります。2012年、平成24年開通、延長2313メートルのトンネルです。栗尾隧道を通ります。1966年、昭和41年開通、延長125メートルのトンネルです。この先、国道477号と交差します。そしてその手前の左側には、道の駅ウッディ京北があります。国道477号の撮影の時も、今回もこの道の駅に寄っていません。京都の道の駅巡りでもしないと寄らない感じがします。ここを左折すると京都府道443号笹江京北線です。ここが終点です。
ここを右折すると京都府道336号峠湯気線です。ここが終点です。ここを左折すると京都府道78号笹江下中線です。ここが終点です。ここを右折すると京都府道61号京都京北線です。京都と表記されていますが京北も京都市です。この路線の起点は上賀茂神社付近です。そしてここが終点となります。
上トンネルを通ります。2001年平成13年開通、延長1034メートルのトンネルです。そしてこのトンネルの途中で南丹市に入ります。今回の動画はこのトンネルを出て南丹市の標識が現れたところまでとします。京都前編とタイトルはついていますが、京都市のみを走ってきました。最初の京都らしい街の風景から緑豊かな古都京都とは違う地域とのギャップがすごいですね。でもきっちり片側1車線がキープされているので安心して走れます。さあ、1時間オーバーの下道の旅、今回の動画ではありでしょうか、なしでしょうか。採点してみてください。次回は京都後編、南丹市の旧宮山地区を走ります。名前からもどんなところか想像がつきそうですが、来週もここでお目にかかりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタン、そしてベルボタンもよろしくお願いします。鍋奥匠の三重の舗装道でした。まったね。